ロサンゼルスドジャースの大谷翔平は、現地10月17日に行われたリーグ優勝決定シリーズ第4戦のニューヨークメッツ戦に1番、指名打者で先発。1試合連続となるソロホームランを含む3打数1安打1打点3四球を記録し、ドジャースの10対2の勝利に貢献した。画像、パリス記者が大谷翔平の妻、マミコさんとの2ショットを公開。 この一戦の開始前に、全米プロフットボール記者協会の記者賞を3度受賞し、現在は MLB 専門サイト、mlb.com や AP 通信記者として幅広く活動している J パリス記者が大家の妻、マミコさんとの2ショットを公開。リーグ屈指の強打者を支えるマミコさんを、次のように称えている。偉大な男の隣には偉大な女性がいる。 それは大谷翔平も同じこと。アミコは夫に夢中だ。海外の大物記者の投稿に、素敵です。かわいい。通称いいなぁ。頼れるプレイヤーのオーラ、ナチュラルビューティーですね。素敵の塊、スタッフみたいにナチュラルに溶け込んでるの素敵。この格好共感しかない。彼女の笑顔の輝きには負けちゃいます。などの声が上がった。大谷の活躍もあり。 ワールドシリーズ進出に大手をかけたドジャース。19日の大一番で、日本人スラッガーの3戦連発にも期待がかかる。